お疲れさんでございます。台風来てますね。どうもケンジでございます。今仕事終わりでございます。帰りましょう。今回の動画は皆さん謝罪、はい、謝罪動画でございます。技能検定動画っていうのをね出しております。マシニングセンター作業ね、関する話をしている動画っていうのがあるんですが、今年に関しまして令和6年今年に関しまして、もう試験今年の分終わりました。いやーびっくりしました。今年は、ちょっと変わった例年とちょっとやり方が変わったようで、本来今までであれば8月の末に実技試験があり9月の末に学科試験と実技のペーパーテストがあり翌10月に答えが公開され自己採点をしみたいなね、で、合格発表みたいな感じになっていくわけなんですが、今年は違ったと。マシニングセンター作業に関してはなので他のがどうだったのかは知りません、はい。で、本日、インスタグラムの DM の方で、タケさんっていうのかな、タケさんっていう方だろうと思いますが、コメントをいただきました。試験を無事終えましたというね、ただこういうふうなことをやらかしちゃったんで合格できてるかどうか心配ですというふうなね、感じのコメントが入っておりまして、で、まあ、その方にいろいろ話を聞いたところですね、今年は芯出しがなかったと。芯出し作業がない実技試験って感じもしますけれども芯出しなかったそうです。その代わり、今機上で、こう図を見ながらこう移動量みたいなね、軸の移動量みたいなのをなんか算出するみたいな問題が出たらしいです、っていうのが、もう6月かなんかに行われたとね、もう前々に実技は行われて、で、この前の25日かなに、その学科試験と、実技のペーパー、今は計画立案等作業試験だっけ、なんかそんな感じのなかったらしい名前になりましたが、まあ、いわゆる実技のペーパーの方、計算問題やらないやらあるね、あっちの方が、25日に行われたそうです、はい。ということで、もうガラッと例年の流れと違って、ね、いや、いよいよ実技試験ですねみたいな話の動画を上げてしまいましたが、実はもう特に実技試験終わっとったというようなことでございまして、大変申し訳ございません。実は今年うちの勤め先、私の勤め先、誰も試験受けなかったので、今年がどんな感じになってるかっていうのはちょっと情報が全く入っておりませんでして、で技能検定のその JAPA だとかね、あとああいう風な、ところのサイトって。何月何日から何日までの間に試験が行われますみたいな、この日にこれが行われますみたいな情報でなかなか出てこないですよね。こっからここの間のどっかでやりますみたいな、そういう書き方しかしてないので全く情報がつかめてなかったんですが、試験は終わったということでございました。で、一応動画の中ではね、何年かに一度問題が変わったりするからね、そこに関しては気をつけてねみたいな、いう話はね、毎度毎度一応しておりましたけれども、まさか芯出しがなくなるとは思いませんでしたけれども、まあ、そんなこんなで、まあ、そんな流れになったと。ただですね、まあ、私としては、まあ、芯出し、芯出し作業の問題に関してどうなのかなって思うところは確かにあったんです、ずっと、まあ、なぜならですね、やっぱ横増し使ったことない人っていうのが結構多い、やっぱり。で、それはやっぱり平等ではないよねみたいな、不公平だよねみたいな、
まあ、私は幸い、まあ、今の勤め先横増しが何台もあるので、それで練習をしたりですね、事前の準備が対策が打てたりとかねしたわけなんですけれども、まあ、恵まれた環境にあったわけなんですが、まあ建て増ししかないっていうような会社はね多いと思います。日本全国どこを見てもね、割合として。なのでまあ大体毎回試験の時に、まあ、横増し使ったことない方みたいな話っていうのはね、よく出る話ですけれども、なのでまあ不公平だよねっていう感じはあったし、まあいろんなね会社をお借りして、でそこの機械を借りて、試験をやるっていうのはやっぱりね、ぶつけられたりしたら困るっていうリスクとかもやっぱありますよねっていう話は、まあ私のあくまでも想像の話なんでね、まあ、理由というか原因みたいなのがどうだったのかっていうね、何だったのかっていうのは分かりませんけれども、まあマシニングセンター作業の実技試験から新卒作業がなくなったということでございます。ただですね、それ以外のところの問題に関しては、まあおおむね、例年通りの問題の出方、ね、で、まあ変わりはないというようなところでございます。はい。で、まあその竹さん曰くですね、まあ、計算問題のところなんかっていうのは私が過去に出した動画ね、で説明してるやつあるんですけれども、まあその辺もまだまだ使えるというところです。まだそこは問題変わってないのでね、そのやり方っていうのが、その計算の解き方とかね、そういうところはまだ参考にできるということだそうなので、ぜひまたね来年受けるっていう方はぜひその辺を見ていただければ幸いでございます。参考にしていただければ幸いです。てなわけで、今回は、技能検定マシニングセンター作業新出しがなくなって、しかも試験日が今までと全然違う日に行われたらしいという話でございました。まあ、まさかとは思いますけど、うちは新出しあったよみたいなところがあったら教えてください。まあさすがに全部統一してね、ないあるところとないところができるなんてことはないとは思いますが、いやうちはあったけどねみたいなところがまあないとも限らないので、そこら辺あったら教えてください。うちはね、今回の試験うちはこんな感じでしたみたいなのがね、なんかそういう風な情報ありましたらぜひ教えてください。ということで今回は以上になります。謝罪動画でございました。